はい、ということでこれまですでにもう3組紹介してきました。ちょっと駆け足ですね今日はね。そうですね、ポン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 ね、テンポよく、はい、テンポいいですね、はい、はい、まだまだ、ボリューム48進んでいきますけども、次はですね、前回のボリューム47のオープニングでも話しましたけども、ラドーボーズでも何度か紹介したスタンノーツというユニットがですね、まあ、もうちょっと半年以上前の話になるんですけども、カラーズという7曲入りの CD をリリースしました、はい、ね、まあ、ずいぶん前の話なんですけども、なかなか紹介する機会がなかったんですけども、やっと紹介できるということで、そちらを紹介したいんですが、とりあえずそのカラーズの1曲目に紹介されているコスミックロマンスという曲を聴いてください。ということでスタンノーツでコスミックロマンスを聞いてもらいました。まあ、スタンノーツといえばね、何度も言ってますけども、ボーカルの与座さつきさんの透き通るような高音、はい、ね、結構こうキーが高いところに行くと、あの声量がこう弱くなったりしがちですけども、与座さんの高音はカーンきますからね、はい、それが本当聞いてて気持ちいいです。まあ、私ちょっとライブで見たことないんですけども、多分ね、生で聞いたらね、下手すとちょっと寒気もんだぞっていう予測が立つぐらい、はい、ね、あの与座さんの、ボーカルはちょっと必聴だと思うんですけどもね。このアルバムに以前ラドボーズで紹介した、はい、ソウルアディクションの、ね、キーボードの何でしたっけ、山川君ね、彼も参加してるということで、仲いいんですもんね、山川君とスタンドとして ね、はい、うん、はい、一緒にこう対バンとかにもなったりしてるんですかね。あ、なるほど、はいはいはい、まあ、あのジャンル的にも、そうです ね、一緒ですからね、ソウルファンクみたいなね、はい、で、そういうそのラドボーズにこれまで登場したミュージシャンでこっちとこっちがつながってるみたいなのいろいろありますけども、結構ありますよね、ありますけどもね、うん、ちょっと前に紹介した田畑恵美さんっていうシンガーが今ちょうどツアーで回ってるらしいんですけども、はい、そのバックバンドでドラムを叩いているのがスピリッツリジョイスのドラムの勝隆くんが叩いてるということですね。まあ、あと今 KGM もツアー回ってますけども、はい、そちらで、サポートでカホン叩いてるのがエルスカンクリアディのカッちゃん、うん、ね、カツシですからね、繋がってますね、繋がってますね、はい、やっぱ音楽ってなんかそういう繋がりやすいんですかね。まあ、そうですよね、尊敬し合い、し合えるみたいなのがあるのかもしれないですね、はい、うん、あのカズシックのアルバムとかでもね、うん、ソーダディクションの山君、あー、そうなんだ、参加したり、おー、うん、面白いですね、うん、多分もっといろいろ検索するとあるんでしょうけどね、いろいろね、つながりがあるんでしょうけどね、うん、まあ、そういうことでね、ソウルアディクションの山川君も参加しているこのカラーズというアルバムなんですけども、
まあ、このカラーズって CD はスタンドオフとしては3枚目なんですけども、この7曲とかこうどしっと入ってる CD は初めてなんで、今までちょっとあの少ない曲数の軽い感じの CD が2枚出てたんですけどもね、ついに出た的な、はい、CD なんでね、ちょトラショップの方ではこれ売ってないんですが、タワレコとか HMV とかで検索すると出てきますんで、街行った時フラッとね、はい、寄ってもらえば気軽にね、スタンドをつくださいって、ね、スタンドをつくださいって言えばね買えると思いますので、7曲入りで1500円ね、はい、ぜひよろしくお願いします。それでは最後にまたこのカラーズからもう一曲紹介したいと思います。記念日という曲を聴いてください。日常でさえ二人な